どうもダイ助です今回は僕の好きな小説「階段レストラン」シリーズについて紹介します。まああのまあ、小説と言ってももう児童用の絵本なんですけどね僕幼少期の頃小学生の頃とかこの階段レストランシリーズめっちゃ好きだったんですよね多分全部読んだと思うんですけど二十何個ぐらいあってあの,あのお化けレストランとか幽霊屋敷レストランとかあのあと何だっけ、えっと、妖怪レストランとかいろんなその。 味みたいなそのなんかあやかしみたいな存在の人たちがあの存在がその表紙に立っていてでなんかそれらが運営するレストランの中に入ってて4つぐらいのショートストーリー怖い系のショートストーリーを見るみたいなやつが怪談レストランシリーズなんですよねであの大之助別の動画とかでも結構皆さんホラーコンテンツ好きですかみたいな話とかしてるんですけどなんで人間がその怖いやつ好きかっていうと怖いやつ嫌いじゃないですかお化け屋敷も怖いじゃないですか。にもかかわらずそのなんか一定数そのなんか好奇心があるというか飛び込んでしまうっていうのは人間 はその恐怖に対する抵抗感あのトレーニングをするためにホラーコンテンツ好きらしいんですよねというかその悪,夢悪夢を見る原理と同じらしいんですけど悪夢嫌じゃないですか大之助もたまにそのいじめっ子があの昔のいじめっ子が夢に出てくることとかもあるんですけどあのこの悪夢っていうのはそのなんだろう現実で日常生活で怖い経験をした時にすぐに立ち向かえるようになんかシミュレーションしてるっていうのが悪夢らしいんですよねで同じようにそのホラーコンテンツとかあの怖いか怖いあのなんか コンテンツ、そのなんかグロ画像だったりとかに、あの自分から、な、こ、が怖い画像がこれから。なんか画面に出てくる像だったりとか、怖い話を今から聞くぞみたいな風に、あの自分から覚悟し、飛び込んでいくのって。そのストレス耐性を高めたりとか、あのなんか、自分のストレス解消効果を及ぼしたりとか、メンタルを鍛える。めちゃくちゃいい、あの、なんだろうストレス発散方法らしいんですよね。まあ、大之助、そんなも,もちろん、つゆ知らずだったんですけど、幼少期から。 あのなんかその超常的な存在異能の存在だったりとかそのこの世の中に存在あの僕たちの目に見えない怪異みたいな存在に対して並々なならぬ好奇心を幼少期から抱いてたんですよね。でああのま大、あ、納そ系活字は大嫌いなんですけど幼少期の頃はそういう本はあのなんか,か怖い系の本とかはすごい好きだったなっていうふうに思ってるしでまあ大人になった今でもそ YouTube で2ち,ちゃんの怖い話とかをまとめた赤尾さんっていう YouTube の,ちゃんあのなんか チャンネルとかを今でもちょっとお世話になってるっていうこととかがあって「まあ三つ子の魂100まで」っていう言葉もあるけど大之助はずっと怖い話が好きなんだなっていうふうに思う今日この頃なんですけど怪談レストランシリーズって確かなんか実写映画化も結構前にしましたよね10年ぐらい前にしましたよねまあそれ僕見てないんですけどああのまあ、何にせよ面白かったなっていう記憶があってだからあのなんか活字が嫌いとか活字アレルギーっていう人はまあまずはこの怪談レストランシリーズからあの読んでなんかあの。 本に対する抵抗感とかを払拭するというのもおすすめなんじゃないのかなというふうに思いますねというのも大之助も二十歳ぐらいからそのまあ読書好きになろうというか読書習慣化しようというふうに思ったときにいきなりその分厚く分厚いなんかあの堅苦しい文章の あのなんか実用書みたたいなのを読むとすすぐ挫折したんですよねだからあのなんか幼少期好きだった「空豆くんのベッド」とか「なんかグリとグラ」みたいなあの絵,本とかから絵本とかを見たりとかあの自分の好きな漫画の,あのなんかライトノベル版「ハンターハンター」とか「あのスラムダンク」とかあとは「鬼滅の刃」の小説版とかもいろいろあるわけなんですよ。そういうやつとかを読んで、まあ、これ漫画で原作読んでるからこれあのシーンだよなみたいなふうにあの自分の好きな作品の小説版を読んであの活字に対する抵抗感を減らしたりとか。 あとここ数年だとそのオリエンタルラジオの中田敦彦さんが YouTube で解説してくれてるやつとかをある程度話の内容をあの聞いた上で理解した上であこういう内容なんだなこういう商談なんだなとかこういうことを伝えたいんだなこの本はっていうことを頭の片隅に入れた上で実用書を読んでみるだったりすると結構その抵抗なく読めるようになるんですよね。まあ人間の脳っていうのは急激な変化を嫌うから今まで本を読んだことない人間がいきなり本を読もうとしたら抵抗感があるわけなんですよ。だかからいかに… あの本を読まなかった今までの自分の生活となななんんか違和感なくなじませるっていうことが重要なんですよねだからこそ本読むの苦手だなっていうふうに思う人たちはなんか「大之助が面白い」っていうふうに言うんだからちょっと読んでみようかなみたいなふうな気分にさせれたらあさ,させることができたらいいなというふうに思って僕喋ってるんですけど、まあ、何にせよ怪談レストランシリーズはね面白かった記憶があるんですよねまあ,あのそれぞれがどんな話だったのかなんてもういちいち覚えちゃいないんですけどもう10あの20年近く前なんでね。 ただ1個好きだったのがひと食い花レストランみたいなやつがあって食虫植物のなんか妖怪が給仕、まあ、とかウェイターというか料理長を務めるあのレストランでショートストーリーでなんかめちゃくちゃでっかいウツボカズラというか、まあ、あの食虫植物あるじゃないですか虫食べるやつあのトリコにも若干出てきたけど。 で、まあ架空の話なんですけどあの、まあ、独自の植物園というかプラントを経営しているそのおじさん自分のおじにあたる人の,あの家に遊びに行くことが多くてでそこの,あのなんだ、なんだっけ、そのでっかいあのなんかあの遺産をため込んでいるようなあの植物をなんか上から覗き込むのが好きだったらしいんですよね主人公の男の子が。であのなんか、まあ、オチから言うと確かあの自分のそのおじか自分のその、あの。 なんだろう年の近いそのおじさんの子供だから自分のいとこ,かいとこの靴があのその花の食虫植,植物の,あのなんか遺産の湖の池の,あの上に浮いてたみたいな話だったと思うんですけどその話がねすごい怖かったからなんか今でも記憶に残ってるんですよね。とはいえちょっとね俺それがきっかけなのかわからないですけど食虫植,植物好きなんですよね。だかからなんかあの あのホーームセンターとかかあるじゃないですかそこであの植物とか見るのも好きなんですけどその中でも特に食虫植物の,その,なんかあのハエをパクッと食べるやつだったりとかウツボカズラみたいな風にあのなんにツルッとあの虫たちが滑って奥,に奥の遺産のあるところに飛び込んだりするようなやつを、ね、眺めるの俺好きなんですよね。なんで,かなであのなんかパクッとするやつあ,のあ,あれなな名前なんて言うんだっけあの虫をパクッとたあの食べるやつ。 の中に指突っ込んだりとかちょっとしちゃうんですよねちょっとあの好奇心は猫を殺すっていうような言葉もあるんですけど大之助は多分好奇心に殺されるんだろうなっていうふうに思うんですけどいやー、うん、こ,これがこのしょ植物レストランが由来なのか知んないですけど大之助ちょっとょ食虫植物が好きなんだよななんでかなまあ何か変な生き物とかそのいろんな生物を見るのも好きなんですよねその海の生き物だったりとか、まあ、動物園だったりとか。 まあ植物も好きだしそ,のあのそれぞれが、まあ、テラフォーマーズが好きなのもそうなのかもしれないですけど漫画のそれぞれの生き物がこの食物連鎖とか過酷な生態系を生き抜くためにそれぞれ個性を持ってたりするじゃないですか例えば野菜とかがあの苦みを感じさせたりするのってあれ人体にとって毒なんですよね。ポリフェノールルとかあのトケミカルって言うんですけど その植物物っってていいいうのは動とと違って逃げることがでできななじゃないですかだから虫とかに自分の蜜だったりとか栄養価とかをあの奪われたりとかしないようにこれ苦いぞまずいぞっていう風に思わせることによって生き延びてきたっていうのがその野菜とか果物とかなんですよねでそのポリフェノールとかって人体にちょっと毒なんですけどちょっと毒だからこそ「緑、ま、薬、あ、口に逃がし」とていう言葉もある通りその毒に対する抵抗感を,、うん、を高,め高めてその野菜を食べることによって僕たちの体に健康効果が応募されるんですよね。 まあワクチンもちょあの病原菌をめちゃくちゃ薄めて体内に摂取してその,そのめちゃくちゃ弱いあの病原菌を倒すための力を作ることがワクチンじゃないですか、まあ、あのあのコロナウイルスの RNA ワクチンっていうのは若干違うんですけど、まあ、そんな話はさておきそのワクチンと同じようにあの僕たちがそのなんか野菜とかから手に入るそのポリフェノールって健康にいいよっていうふうに言われるかもしれないですけど実はそれってその体内の細胞たちに筋トレをさせているようなもんなんだよっていうような話だったりとか。 生命っっててたくましいなっていななうのの、ね、感じるのが俺好きなんですよねだ,だからなんかその植物が虫を食べるっていうなんかあの自分の描いていたそのビオトープというか生態系食物連鎖のピラミッドとは違うようなその虫を食べる植物っていうのが、ね、新鮮すぎて大之助は好きなのかもしれないですけど、まあ、階段レストランシリーズと全然関係ない話しちゃってますね今。 まあ、あの階段レストラン」シリーズについてはその漢字の隣にフリりナとか振ってるぐらいあのめちゃくちゃ幼児向けの読みやすい本だと思うんで,であの、まあ、小説と,言といえど文字も大きくてページも少なくて150ページぐらいしかないと思うんですよね一一冊一冊がだから読書嫌いな人たちもあのでそして子供が見れるような本だからそんなにハードな怖い話じゃな,ないと思うんですよね。 少なくとも二ちゃんに乗ってるようなもうもうなんかえげつなく胸苦そ悪くなるような怖い話とかはそんななかったと思うんですよ。まあ一番大の好きの中で記憶に残ってるというか恐怖体験を追いつけさせたのがその植物レストランのそのラフレシアの話ラ,ラフレシアとかウツボカズラみたいなやつの話だからその程度なんですよね。だから皆さんもあの読書苦手だなけど読書を習慣化したいなっていう風に思う人たちはぜひあの階段レストランシリーズをあのまあ一巻からちょっと読んでいただければなっていう風に思います。ということで今回は以上。